マイタウン市川、今回の特集は子育て応援施設に行こうです。お楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。1月12日から25日までメディアパーク市川1階エントランス広場で市川エコギャラリーが行われました。市では市民の自発的な環境保全への取り組みを促進するため、市内の環境活動団体を支援しています。市川エコギャラリーはそうした環境活動団体の活動状況を市民に紹介するとともに、環境に優しい生活について関心を持ってもらおうと毎年開催しています。こちらの団体の展示では、里見公園の近くにある緑地、河野台藤若間の里に息づく多様な生物について紹介していました。またこちらは行徳南部にある行徳鳥獣保護区の管理運営を行いながら、傷ついた鳥の治療や野鳥調査、自然観察会などを行っている団体の展示です。今年は13団体が参加し、それぞれの団体が提言するテーマに沿った自然の生態調査や保護活動、リサイクルなど環境保全に対するさまざまな問題への取り組みを紹介していました。こんにちは、篠崎直子です。子育て中の皆さん、市ではさまざまな子育て支援を行っているのをご存知でしょうか。今回はその中から子育てを応援する施設をご紹介していきます。市内の主な子育て応援施設として、地域子育て支援センターをはじめ、親子集いの広場や子ども館があり、子どもたちが遊べるオープンスペースやお母さんのための子育て相談などを行っています。はじめに市内11カ所にある地域子育て支援センターから見ていきましょう。幸いの愛泉保育園内にあるシーガル子どもセンターです。こちらは市内11カ所にある地域子育て支援センターの一つなんです。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。シーガル子どもセンターへようこそ。よろしくお願いします。願いします。今皆さんお集まりいただいてますけど、はい、お昼ですか。そうですね、今日は給食の試食会といって、はい、保育園の給食の試食ができる日になっているので、ちょっと今日大勢の方来てますが、はい、保育園の給食をみんなで食べてもらっているところになります。給食試食会というのを行っているんですね。そうですね、食事の量だったり味付けだったり、お家でなかなか食べないんだっていう悩みを持っている方すごく多いので、みんなと一緒だと楽しく食べられるよとかっていう子もいれば、基本の量ってどんな感じっていうママの、悩みなんかもあるので、給食なので食の情報交換の場にもなっているので、ママたちがどんな風にご飯を食べようかなっていう風な場所になってます。ちなみに今日のメニューっていうのは何なんですか。今日は、松笠焼きって言って、あまり耳にしないかとは思うんですが、鶏肉を使った、お料理なんですけど、松笠焼きと切り干し大根になってます。参加してみていかがですか。そうですね、子どもたちも、食べてくれてるので、やっぱ家で作るメニューとは違うんで、初めはちょっとどうだかなと思ってたんですけども、やっぱ美味しいのでもくもく食べてくれて、自分もちょっと勉強になりました。どういうメニューが あるのかっていつもちょっとマンネリしてるので、はい、トヨタセンター利用してみていかがですか。家ではできない工作とか思ったとかもあるんで、やっぱり子どもたちはすごい楽しんでやってくれるんで、泥だったり汚れることだったり、あんまり家でできないことをやらせてもらえるので、すごく利用させてもらってます。今日は給食試食会を見学させていただいたんですけれども、はい、地域子育て支援センターではこの他にどんなことができるんでしょうか。支援センターというのが保育園に併設されているものなので、はい、保育園の機能を生かして広場であったりイベントだったり育児講座っていう形で0歳から就学前までのお子さんが遊びに来れるようになってます。
あとそうですね、あと妊婦さんからの活動にも力を入れているので、ハッピーマタニティという形で全センターで協力し合って妊婦さんから支援していこう、生まれてからもここにおいでっていう風な活動を行っています。例えば相談事なんかもしたりできるんでしょうか。そうですね、まあ、相談事も大きくなる前にちょっと気になるうちに声をかけてもらえたらとも思うので、こう遊んでいる中でちょっと聞いていいですかであったり、同じ悩みを持っているお母さん同士をつなげて情報交換をしていただいたりとかっていうのも各センターでは取り組みとして行っている活動になっています。続いては市内3カ所にある親子集いの広場です。南新居浜小学校内にある新居浜親子集いの広場です。こちらの施設も子育て中のお母さんが気軽に立ち寄れる場所になっているようですよ。親子集いの広場は主に0歳から3歳までのお子さんと保護者、妊婦さんなどがぐらりと立ち寄って遊んだり友達作りや情報交換ができるところです。また飲食も自由でお弁当やおやつを食べることができます。4時までここやってるんで、割と日中はここで遊ばして、今時期寒いんでなかなか外で遊ばせるのは親が辛いものがあるのでここよく来ますね。同じ月齢のお母さんとかとお話しできる機会があるんで、すごくありがたい場所です。私が一番いいなと思ってるのは、まあ、お友達もそうなんですけど、離乳食とか育て方というかしつけとか、あれにちょっと不安を持っているときは本の貸し出しとかもありますし、自由に読んでいいので、そこでちょっと知識を得たりとかできるので、すごい情報収集の場で、はい、楽しいです。ここは担当の安田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはよく子育て中のお母さんが利用されているようですね。はい、そうなんです。こちらは主に0歳から3歳のお子様と保護者が楽しく遊んでいただける、ゆったりくつろいでいただける場所になっています。特徴としてはどんなことがあるでしょうか。はい、こちらは自由にいつでもフラッと来て、ここのテーブルのところでご飯を食べたりおやつを食べたりすることができますので、お弁当持参でぜひ来ていただきたいと思います。スタッフの皆さんはどんな方がいらっしゃるんでしょうか。はい、こちらのスタッフは地域子育て支援士の資格のあるものをはじめ、子育て経験のある地域住民が多いですので、気楽に相談していただけると思います。お母さんだけではなく他のご家族の方もいらっしゃれるんですよね。はい、そうなんです。利用者さんたちが誰が来ても温かく受け入れようとしてくれる様子が見られますので、妊婦さんとかパパ、おじいちゃん、おばあちゃんもとても来やすい場所になっていますので、ぜひお気軽にいらしてください。お待ちしております。最後は市内14カ所にある子ども館です。南八幡の勤労福祉センター内にある南八幡子ども館です。こちらではこれから1歳児を対象とした会が行われるそうです。どんな会なのか見に行ってみたいと思います。南八幡子ども館で行われていたのは、1歳のお子さんと保護者を対象にした集まれ1歳です。集まれ1歳では親子でわらべ歌やスキンシップ遊び、絵本の紹介や読み聞かせなどを行います。また友達作りの機会としてお母さん同士のフリートークの時間も設けています。利用されてみていかがですか。はい、お座りの時期からも利用してるんですけど、まあ、いろんなおもちゃあったりとか、あと同年代の子と遊べる機会がなかなか保育園行ってないとないので、すごい貴重だなと思って、ここがないと困っちゃいます。はい、今日はお孫さんといらっしゃってるということで。はい、そうです。見ましたら、予定表見ましたら集まれ1歳ということなので、久しぶりにお邪魔させていただきました。一応孫を預かって見てるんですけど、やっぱ先生にいろいろご相談させていただいたりとか、とっても心強いですね。ご担当の中町さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今集まれ1歳を見させていただいたんですが、はいはい、こちらの子ども館にはどんな特徴があるんでしょうか。はい、こ
子供館の大きな特徴としましては、0歳の赤ちゃんから18歳未満までの幅広い年齢のお子さんの遊び場として、切れ目のない支援を行っているところなんですね。はい、ですので集まれ5ヶ月赤ちゃんですとか、集まれ赤ちゃんで、今日の1歳で、あとはひょっこり遊び島や1時の3でおはようなど、年齢に合わせた行事がたくさんあります。他にも小学生向けの行事などもありますので、年齢や興味に合わせて遊びに来ていただくことができるかと思います。はい、子育ての相談などもできるんでしょうか。はい、そうですね、私たち児童構成員という専門職がいますので、相談も受けております。はい、ですので気軽に相談などお話ししていただければと思っています。はい、安心ですよね。はい、子どもたちは好きな時にこちらに来ることができるんでしょうか。はいはい、そうなんです。もういつでも誰でも自由にという感じですね。はい、9時から5時まで空いておりますので、土日も空いてるんですね。はい、ですので土曜日日曜日になると、お父様がお子さんを連れて遊びに来る方などもたくさん見られています。はい、ですのでもういつでも誰でも自由にどんどん遊びに来ていただければと思っています。はい、子育て支援課の高田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。子育て支援センター、そして、親子集いの広場、子ども館と見てきたんですけれども、市内各所にさまざまな子育て支援施設があることが分かりました。寒い季節家にこもりがちですが、お近くの施設をご利用いただいて、子育てに関して新しい情報や新しいお友達を作っていただきたいと思っております。施設以外にもどんな支援があるんでしょうか。今回ご紹介した以外にも、子育てウェブサイトやファミリーサポートセンターなど、さまざまな子育て支援策で子育てを応援していきたいと考えています。何かわからないことがございましたら、子育て支援課までお問い合わせください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。野菜や花などを栽培して楽しむことができる市民農園の利用者を募集します。募集農園は柏井町2丁目市民農園で、対象は市内在住で現在他の公設市民農園を利用していない方です。費用は1平方メートルあたり年額420円、1区画はおおむね20から30平方メートルで、貸し出し期間は平成29年4月1日から平成32年1月31日までです。申し込み希望の方は往復はがきに必要事項を記入し、2月6日必着で農政課までお申し込みください。応募は1家族または1グループにつき1枚までです。応募者多数の場合は抽選で決定します。市公式インスタグラム、フェイスブック、ツイッターを利用して市川市の最新情報を受け取りませんか。インスタグラムでは市が独自に撮影した写真や地域の方から提供された写真で、美しい景観など市川市の魅力をお届けしています。フェイスブックでは観光情報や各種イベントに関する最新情報などを画像をふんだんに盛り込み、タイムリーに発信しています。そしてツイッターでは災害情報、緊急情報のほか、大気中の放射線量測定値、市のイベント情報などを発信しています。市川市公式 SNS フォロー、いいねをしてぜひご利用ください。次回の放送予定です。2月4日からのマイタウン市川の特集は、新鮮甘い市川いちごです。ぜひご覧ください。